はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、ヘッポコゲマガライラガイでございます。さあ、本日もワールドやっていきたいと思います。今回は、新大陸の空と花ですね。武器屋のおばちゃんから、新しい装具を作ってくれるということで、今回はこのクエストに行きたいと思います。ただもうほぼ終盤に差し掛かっての、このクエストで、すっかり忘れてて、なかなかこのクエストが出現しなかったんですけど、歴戦をなんとか、ハンターランク14以上だった、15なつだったかな、それをクリアしてたらなんとか出たんで、今から行きたいと思います。そう、それでは行きましょう。さあ、それでは歴戦の2体なんで、結構これは2体同時かな。あ、2体同時だな。これは大変そうだ。よし、まずはレイヤーから倒そうかな。倒そうかなってすごく簡単に言ってますけど、相当難しいと思いますよ。ちなみに耳栓と毒耐性はつけてきてあります。やばいんで。いい。もう来い。レウスから行こう。よいしょ。危ない危ない。よし。おそらく体力設定は少なめになってんじゃないかなとは思うんですけど。よし、もう1ワンゲージだけ開けさせてくれ、頼むぞ。いいよ、しょ、ナイス。ここでバックステップジャンプかな。ナイス。はい、最後。うおー、いやーいやあれ、体力つけてなかったっけ俺。やばい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 、体力の添い、よし、体力の添いで漢方薬、よし、レウスを盾にしてレイヤーの攻撃を防ぐ。ナイス。ああダメだった。さあ、やばいよ。スッと、スイ。さあ、もうなんかわけが分からなくなってきた。ここはもうカブト切りで、ある程度ダメージを与えさせてくれ。よーし。よいしょ。当たらないよよいしょ。ういー、あれれれれれ。よいしょ。レイヤーも、おい、いいね。イホーここは兜で当てて、よいしょ。おお、これはバックステップジャンプかな。やっぱりね、危ない危ない。これはまずいね。よいしょ。レイヤーも、レイヤーは向こうか。よいしょ。おいっす。ナイス、いいよ。レイヤーナイス。やってしまえ、レウスをやってしまえ。
タイミングを測って閃光弾を、よっしゃ、オッケー、ここだな、ここは当てて、ナイス。ゲージも上げておきたい、頼むぞ。よっしゃナイス、よし、討伐したな。よし、あとは1匹だけなんで、そんなに苦労はしないでしょう。できれば取りたいんだけどな、アイテムを取れるかな。もう一回かこの3度切り返すのやめてほしいね、本当に。いやー、課金って。おお、攻略手に入れた。これは取ってて正解だったな。もう一回取りたいな。よし、ちょっとお友ちゃん頑張ってよ。あー、消えたー。よいしょ。いやよいしょ、ちょっと、あー、ミスった。落ちろ、そんなわけにいかんか。お供の方に、ナーイス。よし、あとはもう問題ないでしょう。よし、あとはタコ殴りにすればいいだけなんで。よいしょ、ああ硬いな、やっぱりここが。よーし、頭、ああ、また硬いとこ行ったか。尻尾、危ねえ。よし、なんかスリンガーが全然使えてないんだけど。ここ硬いかな、先っちょが。そうか、ここだな。よいしょ、うまく入らないな。いやかわされるかよ、マジか。スッと、よし、3連ブレスじゃないか。疲れてるね。よいしょ、じゃあ尻尾をいただきましょう。当たらない、くー。あ、激流装使えるね。来いよー、でーす。イエス。ちょっと尻尾切れなかったのは残念ですけどね。お、激鱗か。攻撃ができれば
まあでもレンスの攻撃が手に入ったのはちょっとありがたいですね。カリュウの攻撃はカスタム強化で必要になってくるんで。え、カスタム強化だったっけ。まあまあ攻撃は何にしても結構重要になるんで、これはありがたいですね。これ当たんのかな。あー当たるけどジャンプはしないんだ。まあそりゃそうだわな。よし、これでまた攻撃が手に入ると助かるな。おっ、やった、攻撃手に入った1個。激鱗も手に入ってるし、あ、結構ありがたいね。よし、ハンターランク81にして。よし、そしたら新しく装備をいただきに行きましょうか。もうぶっちゃけ不動の装備と体力の装備さえあれば基本的には何でももう OK なんですけどね。これが回避の装備か。回避回避回避、これか。回避行動中の無敵時間が長くなる。モンスターの攻撃を直前で回避すると一時的に攻撃力が上がると。なるほどね。まあちょっと耳栓を外してできれば回避かなんか見切り切りでいきたいなと思ってるんで、これはちょっと使えるかもしれないですね。はい、というわけで今回は何だったっけ、新大陸の空と花だったかな、のクエストに、行きました。歴戦のレウスとレイヤーですね。次回は、どんどんハンターランクを上げていくってやつですね。ハンターランク100になるとまた新しく受注できるんではなかったかな、それの方行きたいかなと思いますんで、よかったら次の動画もまた見てやってください。はい、というわけで今回はこんなところです。それではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面のキャラクターをタッチ&クリックで登録することができます。またその他の動画もぜひともご覧くださいませ。それではまたのご視聴をお待ちしております。